センチュリオンに届いた緊急通信。それは別路で帝都を目指していた一番艦キャバリエからの救援要請だった。帝国の陸上部隊に囲まれている。至急応援を請う。厳戒な無線封鎖を破ってのその連絡はキャバリエが壊滅の危機にあると示していた。キャバリエが襲撃を受けたポイントはこの海域。帝都まではおよそ50海里の地点です。この位置であれば迂回して帝都へ到達可能だ。キャバリエが急襲を受けている間に救援を求めている仲間を見捨てると。このままではキャバリエは間違いなく沈むぞ。クロード、いいか、冷静になれ。これは我々をおびき寄せるための罠だ。行けば敵の大部隊が待ち構えている。帝都を前にして一隻ずつ撃破する算段だ。情で動くな。キャバリエに敵が集中している隙に帝都への距離を詰めれば戦局は有利になる。確かに、キャバリエを捨て帝都へ進攻すればこの間の消耗は最小で済む。だが我々だけで帝都攻略ができるのか。万全の状態でないこの間で、何より目の前で再び領艦が沈むのを僕たちは黙って見過ごすことができるのか。それはキャバリエが襲撃を受けているポイントは帝都までの航路にあたる。このまま全速前進しキャバリエを救出した上で帝都に向かうべきだ。敵の大部隊に囲まれたキャバリエが我々の救援まで持ちこたえられると思うか。仮に持ちこたえられているとすれば、それこそ敵の罠以外の何者でもない。ミラー君、現在の機関部の出力は故障前の何割程度ですか？メイン動力炉はまだ復旧しておらず、補助動力に頼るしかありません。今はリミッターで制御していますが、それを解除すれば4割は出せると思います。それも持って数時間、それ以上は機関部が負荷に耐えられません。現状の最大戦速を出せばなんとか間に合う計算ですね。艦長、まさか救援に向かうと？ええ、ですが、ウォーレス君の主張するよう、仲間の危機を救うためだけではありません。コメットの喪失から、我々は学んだはずです。帝都攻略を目指す我々を阻む最も厚い壁は、バルキュリアだと。キャバリエからの通信内容より、相手はバルキュリアを有する部隊と見て間違いはない。では領艦が交戦しているのを利用してバルキュリアの背後を取り吸収すると。相手も無怪物三段は立てている。ですが正面切って戦うより作戦は立てられます。しかし、どういう手段かは分かりませんが、敵もまた大兵衛を自在に移動しています。ここでやり過ごしてもバルキュリアはこの先必ず我々の前に立ちはだかってくる。そう、バルキュリアとはどこかで戦い打ち破らねばならないのです。帝都攻略、それがキグナス艦隊唯一至上の命題。そのためにここでバルキュリアを撃破する。ブライアン、進路の変更を。はっ。面かじいっぱい、最大戦速でキャバリエの救援に向かう。ウォーレス君、私は私の覚悟を信じて決断しました。君も君の覚悟を信じて決断しなさい。ただし
忘れないでください。我々は任務をこなす機械ではない。たとえ間違っていたとしても後悔のない選択をするべきです。人の命という取り返しのつかないものを左右する立場だからこそ、決してそれを忘れてはならないのです。はい。機関最大戦速。せ、最大戦速だ。強速だって出やしねえのに。みんな、ヴァルキュリアとの決戦が始まる。フルパワーを出すわよ。この状況で決戦だと？無茶言うな。こないだはかすっただけで主導力がやられたんだ。今度こそ撃沈されるぞ。無理だ、無理。ちょっと、ずいぶん弱気じゃない。最強の敵を倒し仲間を救う、こんなシチュエーション二度とないわよ。男がこういうシチュエーションで燃えなくてどうすんのよ。おい、お嬢ちゃんの今の言葉聞いただろ。これで振るわねえなんて男じゃねえぞ。俺たちは極秘の決戦兵器の心臓部を任された、エディンバラ一の機関士だ。野郎ども、センチュリオン機関科の意地見せてやろうぜ。イエスサー。アンドレー、すぐに始めるわ。補助機関のリミッターを外して。リミッター？サブまで行かれちまわねえか。そこをギリギリで制御するのが機関士の腕の見せ所でしょ。その通りだな、お嬢ちゃん。分かったよ、一世一代の大仕事だ。よし、かかるぞ。忙しくなる。今のうちにガーゼと包帯を補充しておこう。消毒薬はこちらにまとめてます。アンジェには軽症者の消毒まで任せていい？はい、私頑張る。頼もしいな。気分が悪くなったら無理せず部屋に戻るんだよ。ずいぶん無茶な加速だな。泣いてるの？ん？アンジェ、何か言ったかい？なるほど、そういう作戦か。じゃあカイと戦うことになるってわけだ。し、今の彼はフォルセだ。フォルセが指揮を取っているかはわからない。だけど緊急要請の通信内容からヴァルキュリアが出撃していることは確実だ。兄さん、フォルセは自分の所属する部隊に最強のヴァルキュリアがいると言っていた。キャバリエを襲い、わざと救援要請を遅らせて領艦をおびき寄せようとする作戦も。そう、フォルセのやり方だ。手段を選ばねえフォルセの野郎とヴァルキュリアが組んでやがるって。ああ、最悪なタッグだ。クロード、突破の算段はあるのか？まだ正面から相対したわけじゃない。有効な戦略は見えていないけど、突破口はある。ヴァルキュリアは兵器として完璧じゃない。え？あの火力だぜ。完璧以上じゃねえか。いや、火力が高すぎるからか、彼女はあの力を制御しきれていないように見えた。思ったままに火力を集中できるなら、ヒグナス艦隊はあの時点で全滅していたはずだ。そうか、言われてみりゃ確かにそうだ。照準の合っていないライフルじゃ寝ている牛も撃てない。正面切ってあの火力を相手にするわけじゃない。こちらには戦略という武器がある。
勝機はある。敵の包囲網を切り崩し、キャバリエを救出する。 E 小隊出撃だ。フォルセ大尉、我々はいつまで敵艦を包囲していればよいので。動けと私が命令するまでだ。しかし敵艦が展開した戦力はすでに殲滅しました。あとは艦内を制圧するだけです。早く白兵戦の準備を。命令を待てと言っている。それまで動くな。来ないか。あいつなら必ず来ると思ったが。奴らはもう来ないだなんて思っちゃいないよな。来るさ。あんたの読みと俺の勘がそう言ってんだ。間違いない。クライマリアの様子は？問題ないさ。お上品にしてるよ。お姫様らしく。今回のあんたの策、マリアがいないと成り立たないだろう。そいつがよっぽど嬉しいみたいだぜ。どうでもいい。兵器としてあれを最大限活用したまでのことだ。またあんたはそういう。おっと、ソラ、主賓のご到着だ。それじゃもてなしてくるぜ。あんたの組んだ筋書き通り。やはり来たな。そうだ、それでいい、クロード。バルキュリアの気配はない。まさか投入されていないのか。いや、そんなはずはない。襲撃しているのは間違いなくあのフォルセだ。必ず何か仕掛けてくる。変化する状況を慎重に確認しながらキャバリエへの道を開くんだ。さあ、私について来い。私に続け。分かった。私についていく。よし、行くわよ。そこか、見つけたぞ。そこか。は、軽くひねってやるよ。見つけたぞ。どこを見ている。なんて腕前だ。始めるかの。見せてやろうかの。お前たちを死なせはせん。前進する。敵だ。敵発見。撃て。やりましたね。次はどんな小説を書くか。すべては小説のためさ。も悪くないですね。命を粗末にしないでください。
ユダの大敵だよ。やってやる。教えてくれ。撃て。味方がやられました。狙われています。敵だ。次はどんな小説を書くか。仕方だったかな。やられたか。やってやる。これでも食らえ。かばりやがれ。へっ、ちょろいぜ。目標撃破、その調子です。いたぜ、撃ち上がるはず。やってやる。ここは俺に任せな。うれうれ。へっ、ちょろいぜ。目標撃破。よし、拠点を押さえたぜ。拠点確保を確認しました。その調子です。出番だな。そこだ。どこだ？次はドイツだ。よくやった、さすがだ。いいじゃろう。
敵が迎撃を開始。どうじゃ。まだまだ青いの。なるほど。さあ、私についてこい。よし、この私に続け。私に続け。よし、私に続け。行くわよ。分かった。ついていく。お願いです、なんとか助け出してください。見つけたぞ。連邦の士官としてやられるわけにはいかん。見つけたぞ。前進しましょう。キャバリエを奪還します。は、機関室、機関最大。ジュリオンの足を止めたわ。あなたに言われた通り、最小限の被害で。よし、では次だ。キャバリエにおびき寄せた敵部隊を叩く。移動開始しろ。敵の背後に食らいつけ。もう手加減の必要はないの。ああ、それを聞いて安心したわ。ブリッジ、ブリッジ、応答してくれ。被害は大丈夫なのか。ダメだ、繋がらない。フォルセの狙いはこれだったんだ。僕たちはカンによる支援を封じられた上、前面の敵部隊と背後に現れたバルキュリア、二つの戦力に攻撃される形になってしまった。クロード、来やがった。吹雪の魔女だ。どうする、クロード。クロード、まずは一方に攻撃を集中させる。後方のバルキュリアから距離を取りつつ、全面の敵戦車部隊を全力で叩くんだ。ここが正念場だ。前へ進んで敵を撃破し、強撃を破る。行くぞみんな、 E 小隊前進。オーダー、全力で敵戦車を攻撃してくれ。勝利のために。狙われ。
私の実力だ。なるほど、できるな。敵拠点占拠した。拠点確保を確認しました。行動開始だ。私もあいつみたいに。甘いな。さすがです。その調子。私はもう迷わない。私に任せて。こんな。私に任せて。私のとっておき見せてあげる。されているぞ、ボルツ。一度下がれ、体勢を立て直す。これをしのぐか、クロード。敵が後退し始めた。仕切り直すつもりか、フォルツ。ケグナス艦隊、一番艦キャバリエより、センチュリオン及び展開中の部隊に次ぐ。繰り返す。キャバリエより、センチュリオン及び展開中の部隊に次ぐ。当艦はすでに航行能力を失っており、もはや作戦の継続はかなわない。よって間もなく起爆する。起爆だって？何を爆発させるってんだ？直ちにこの海域から離脱せよ。可能な限り当艦との距離を取れ。しかし当艦は深く起爆する。クロード、ここを離れよう。胸騒ぎが、嫌な予感がする。センチュリオンとの通信は依然途絶したまま。今の通信も受信していないかもしれない。帰還して知らせなければ。キャバリエが起爆すると。アンジー、怪我人の傷口を洗ってくれ。
それから消毒だ。こっちを先に頼む。ちぎれかけてるんだ。接合は無理だ。カレン、切断、縫合、できるな。できます。右舷後方に損傷を確認。火災が発生している模様、至急対応。軽傷者は手当てが終わり次第持ち場に戻れ。敵の大増援部隊が迫ってるぞ。畜生、帝都は目と鼻の先だってのに。ドクター、怪我人です。最優先で対応。バカ者、優先順は医者が決める。艦長、頭部から激しい出血、右上腕に重度の火傷も。了解した、最優先で処置する。艦長、お気を確かに。艦長さん、みんな、速力まだ上がりません。クソ、このままでは。ブライアン、クロード、今は取り込み中だ。指示があるまで格納庫で待機を。ごまかさないで話してくれ。キャバリエは確かに言った、起爆と。急ぎ帰還し海域を離脱せよと。何を爆発させる、ここまで急ぐ理由は。僕らは今一体何から逃げているんだ。私の口からは言えない。軍どころか国家レベルの最重要機密だ。それにどちらにせよ今のこの艦の速力では間に合わん。間に合わないってどういうことなんだ。何が起ころうとしてるんだ。おいおい、センチュリオンが遠ざかっていくぞ。せっかく会えたってのに釣れないね。去る者追わずか。色男は余裕があって羨ましい子って。センチュリオンには十分なダメージを与えた。見たところ速力も出ていない。追跡は容易だ。まずはキャバリエを確実に奪取する。あんなズタボロでも連邦の最新技術が詰まった艦は魅力的か。ならお望み通り乗り込むとしようか。久々の白兵戦も悪くねえ。待って。なんだよ、俺がいなくちゃ寂しいってか。実家。どうした、クライマリア。ここ、ダメ、逃げて。まさか、やつら。艦内の混乱が増している。早く事態を収拾しなければ。
艦長は戻られん。クロード、お前が指示を出せ。いざという時はお前の判断を仰げ。そう艦長から言われている。何が起こるかもわからないのに指示を出せなんて。詳しい説明はできない。私にはその権限が与えられていないのだ。だがこれだけは言える。ここはやがて沈む。私に言えるのはここまでだ。クロード、この艦の最後の振る舞いはお前が決めるといい。艦はまだ動いている。最後だなんて言わないでくれ。僕は諦めるための命令はしない。生きている限りあがき続ける。全ての動力をスクリューに回す。後でどうなってもいい。全速前進だ。レディ、応答してくれ。クロード、どうしたの？君には機関室を手伝ってほしい。一ノットでも早く出せるように。分かった。言うこと聞かないならまたぶったたいてみる。ああ、壊れてもいい。とにかく全速だ。任せて。あの場所に戻ってくれ。もはやそれしか道はない。アンドレ、全速前進。壊れてもいい。最大出力よ。とっくの昔に限界は超えてるよ。本当にギリギリのチューニングね。だけどまだいける。おい、無茶なことは。いいの、責任はクロードが取る。私の精一杯で。圧縮弁の安全設計はまだ余裕があるはず。全開にするわよ。それから流入系も針2周させちゃって大丈夫だから。さすがの手際だ。あの子にも見せてやりたかったな。あの子？もしかしてアンジェ？ああそうだ、さっきフラフラとここに来てな。なんで機関室なんかに？それで今はどこに？さあどうしたかな。開かずの区画を覗き込んでるもんでダメだぞって叱りつけて。開かずの区画？そういえばあの子、出会った時もあそこで。おいお嬢ちゃん、チューナップは？さっきの指示通り進めて。私見てくる。おい、どこ行きやがる。今まで生きてたどんな毎日より
あったかくて愛おしくて、みんなとずっと一緒にいたかったから。アンジェ、デイリー、私怖いよ。でももう帰らなきゃ。本当の私に。何？一体何が？待って、アンジェ！大丈夫か？あれは何とか安全圏に届いたようだ。よく見ておけ、タイ。あれこそが我々の希望の光だ。あれが希望の光。だおりゃ。まただ。また俺は、くそ。最後だ。最後。
だけは。なんだよ、何がどうなって。なあ、あんた、さっきの。なんで泣いてるんだ。悲しい、苦しい、痛い。生きて、痛い。この心の痛みに懸命に耐えながら私に逃げろと伝えてくれたボルツ。私憎いわ、あの人間たちを。私は許せない。クライマリア。悪いが、あんたが何を言ってるのか俺にはさっぱりだ。だが、泣いてる女をどう扱えばいいかは分かるさ。